はい、始まりました。白いうんちチャンネルです。よろしくお願いします。UNC ワークスの会です。テーブルランプを作成しています。今回で終わりの予定です。前回まではテーブルランプの土台ですね。を作って、まあ、配線がちゃんとできるかどうかのチェックをしたんですが、ちょっとですね、一部問題がありまして、もう一個作りました。こっちだとですね、これをビス止めしなくちゃいけないんですが、ビスを止めるこの、なんていうんですか、下地がなくなってしまって、かなり脆い状態になってしまったので、下地を残すようにちょっと裏側を加工しました。なのでこっちは失敗ですね。で、作り直した上に、まあ、ニスを塗りました。着色のニスですね。で、仕上げに移ります。ここからめますね。で、これミスを塗ったらだいぶ硬くなってしまいました。
はい、それでは完成しました。 UMC ワークスのテーブルランプ、その名もダークナイトです。ではちょっと点灯してみましょう。こんな感じですね。で、K 先輩の要望としてですね、明るさが暗いことというのがありましたので、ちょっとどれくらい暗いか室内灯を消して確認してみます。はい、こんぐらいの感じですね。結構暗いですね。よし、またですね、直接ライトの方を見るとちょっと眩しいという人がいると思うんですが、オプションでですね、こういったものがあります。フロストシートといいます。これをまあ、このようにセットしていただくことでですね、眩しさを抑えることができます。いかがでしょうか。室内灯を消してみます。あー、いい感じですね。これは K 先輩に気に入ってもらえるのではないでしょうか。で、肝心のですね、価格の方なんですが、こちらのダークナイト本体が税込みで5万5000円になります。こちらのオプションのですね、フロストシートですね、こちらは税込みで2万2000円になります。こちら両方同時に購入された場合はですね、特別価格として、税込み6万6000円で提供させていただきたいと思っております。これを機会に皆様、購入されてみてはいかがでしょうか。はい、それではですね、UMC ワークスのテーブルランプ作成の裏側をご覧いただきまして、誠にありがとうございました。動画の方はこれにて終了とさせていただきます。さようなら。